ょ。あ、すいません、どうぞ。さて、はい、で到着しました。はい、本日は、オットチッタさん、ね、もうゴルフ YouTube 動画の中でもかなり有名な大御所といっていいほど、で最近このオットチッタさんが、はい、クリちゃんっていうラッパーなのかな、はあの方が、はあ、オトチッタチャンネルっていうのを始めたんですよ。ほうほうほう。でそれを最近僕が YouTube 見てて、はい、で面白いな、ほう、これから絶対跳ねるぞ、伸びるだろう、伸びるだろう、はい、っていうことで、はい、ちょっとコラボしたいなと。なるほど。あオトチッタ、あ第一にまっすぐに転がすためには当てる瞬間が重たつ、フェイスの面正面のまま当てたい、今までのようにクラブは回せない。全然普通のカレーですよね、うん、いやもうもちろん普通のカレーですよ、うん、うん、え甘いで、クリちゃんさんっていう方が、はい、メインで出てるんですけど、はい、その人も3ヶ月で100を切るっていう目標を掲げて、はい、今練習に励んでるんですよ。同じ境遇だ。そう、ちょうどイエローとね、3ヶ月99日で100切りっていう企画があるんで、うん、ちょっとそれコラボできたら面白いなって、ね、お話をしたらもう OK いただいたんで。あ、マジっすか。早速。マジっすか。はい、ちょっと緊張するね。すごいね。ちょっと初対面ですか。ちょっとガチゴルフレッスン場って初めて、ね、いや確かに。そっち行かないやつね。そっち行かないやつ。こんばんは。こんばんは。あ、じゃあ。あれなんか、ちょっとなんか、あれなんか。あ、すいません。あ、そういう人じゃなかったですよね。いや、待ってました、今日。いらっしゃる。山から降りてきた。いらっしゃるって聞きましたよ。ちょっとレッスンが行き過ぎちゃいますね。はい。深くなっちゃった。顔に出てる。顔に出てる。深くが顔に出てる。顔に出てます、すいません。本番までの追い込みで、追い込みがちょっとかかっちゃってるんで、もう間もなく3ヶ月になるところなんで、はい、ちょっと今絞られてます。もうまずいと、はい、もうこのままだと100切れないと。いや、切れるんじゃないかな。切れるこの顔ちょっとご覧になってください。すいません、ちょっとこんな顔で出るつもりじゃなかったんですけど、もうすごいやつれから来る。もう下しちゃって、もう下してる。下しちゃって、一応悪いだけだ。ただ一応悪いだけだ。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。イエローです。よろしくお願いします。ただでも今日はじゃあインドゴルフに。そうですね。まずちょっとクリちゃんとイエローで、はい、シミュレーションで今3ホールぐらい、うん、ちょっと軽く回って、まあ、お互いの実力をね。YouTube オン YouTube では見ず生で見せ合う。生で見せ合って、そっからちょっとクリちゃんがいつも。仕方とかね、はいはいはい、ちょっとまあ簡単に、そう、教えてもらえない、こんな練習してますぐらいの、そうそうそう、はい、ちょっと顔が、話が入ってこないですね。どうしてもすいません、顔に出ちゃいます、あれが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おう！すげえ難関らしいんで、そう、かなり難易度高いコースです、やっぱり、はい、でただ私思ったのはイエローさんも1年やってらっしゃるということで、はい、ちょっとハンデ。一気にところだ。もうえ、はいはい。オットチッタで用意したドライバーがあって、はい、ドライバーちょっと見て、綺麗だ。綺麗だよ。綺麗だよ。ちょうどいいところ。これもうおじいちゃんの時代のあれですよね。パーシモン。パーシモン。はい。ちょっとこれで、はい。でもらえ。これすごいですね、これ見てください、このスイートスポットに釘がね出ちゃってるね、これすごいですね、今のこの性能のクラブからして考えられない技術で、もうここ釘を思いっきりってありますよ、まあ、ちょっと今年から始めた手前ちょっとよくわからないと思うんですけど、はい、スイートスポットがもうすでにわからないあ、ちょっと僕頭でっかいです、あ知識だけ入れちゃったり、一瞬でればですね、
ゲロ、逆にそれ球が上がらないで、はい、低い弾道で曲がらないと思うから。あ飛ばないけど。これ逆に僕、ちくらないんじゃないですか。あ、本当ですか。まあ冗談なんですけど。冗談冗談使っていただいてもいかない、いただかなくても冗談、はい、いやでも試して、ちょっと、はい、一球だけちょっと使ってみよう。じゃあまずは3ホール3ホールやってみましょう。はい、はい、ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ第1番で自分から先にやらせていただきます。1番ホールは、パー4、はい、384。あーやばい、あーあーあー400めっちゃ高く飛びますね。89ヤード。ボード20倍ぐらい飛んでますね。え、嘘だ。もうなかなか、なかなか。やばい。いや、大丈夫。いや、全然大丈夫。あ、おみんな。おっと。おっと。あんま振ったことないですけど。あー、ダッフィーね、ダッフィーね、 OB です。えぇ、ー、しまくない。スイングしてくれ。厳しい。これでちょうどいい。 OK でしょう。ナイスでした。やばいっす。ダブルパー。あ、あー、フライのスライスですね。コンシードって何ですか。1m 大きいみたいな。コンシードって謎のあれが出ました。初めてです。2番プレイヤー、スイン。お、ナイスショー、ナイスショー。始めたきっかけっていうのは、始めたきっかけはまあそれこそ、まあ、ブルーレンジャーがいるんですよ。はい、でブルーレンジャーが、はい、30を超えて、はい、まあちょっとなんか始めようぜと。はいはいはい。でこうゴルフかマージャンってなったあの僕の選択肢の中で心配だななったんですけど、まあどうせなら体を動かした方がいいかなですよ、ね、っていうのがあったんで、まあ始めたのがゴルフ。あまあ、そこからまあレッドリーダーに出会いっていうので、まあグリーンも出会いというので、まあゴルフ仲間としてもまたこう遊べるというか、つながれるっていうので、まあやってよかったなと思います。ですよ。まあ今自分が課せられてるこの課題っていうのに対して、まあそれは置いといて、まあ純粋にとりあえずゴルフが楽しい。はい、何よりですね。いや、そうですね。罰ゲームもね、30代これで毛だなしですから何が良くて坊主するか分かんないですけど、まあそれなりのご褒美もあるんで。何なんですか。かわいこちゃんと、はい、ツーサムでゴルフ。リーダーの、はい、もう当ての強さがすごい。当ての握力が半端ない。僕なんかも100切ったらご褒美でハリネズミをもらえるとかもらえないとか。ハリネズミ欲しいって言ったことないんですよ。ないっすかハリネズミですかっつってハリネズミなんですか。はい、何回も聞きましたっけちなみにクリさんは、はい、そのゴルフを始めたきっかけというか、はい、きっかけですか。はい、これもなかなかどんから話したらいいのかわからないんですけど、はい、まあ、流れ着きましたよね。はい、はい、恐竜型恐竜型マネージャーやらんからね。ああ、はい、やりますと。お、はい、で、なんかそのホットチッタでオリジナルの YouTube チャンネルゴルフを作りたいと。で、じゃあやりましょうってなったんですよね。でも正直思ったのが、なんか自分が一人でアクセクゴルフやってて見てると楽しいかなって、うん、何か持ち味が生かせないかというところ。はい、自分がのラッパーなんで、はいはい、ちょっとあのゴルフのポイントをラップしようみたいな。ほう、はい、であれができると。そうですね。はあ、初めはラップみたいな感じで、はい、いやーみたいな感じだったんですけど、まあ、作って持ってたんですもん。
はいはいはい、はい、オープニングを最初に、はい、あれでじゃあ行こうかまあ実際にゴルフはしててどうなんですか。楽しいですよね、ゴルフ。やっぱ楽しいですか。はい、すごい楽しいですね。まあ、それこそ僕らその要は仕事とかしてる分、はい、そのまあ、体動かす機会が減るじゃないですか。そうですよね、はい、って考えると、まあ、やっぱいいスポーツだなって思います。そう思いますね、はい、結構汗かきますからね。ですよ、これ山行くと5倍は違いますから、はい、そうですか。そんなに汗かきます、ね、もう半端ないですよ。あのこの山の土からこう湧き上がってくる水蒸気みたいなのあるんですよ、酸、はい、なんですよ。それはそうですね。普段でもあれだとどんな練習は？普段はその朝とりあえず営業前に、はい、やってるんですけど、なんかこうクラブが変わるとなんか全然ダメになっちゃうので、とりあえず1本ずつ打つみたいな。はい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 。頭から蹴って、はい、それをなんかぐる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 やって、はい、営業になったらちょっとアプローチ上で練習したり。じゃあ朝練して、ね、まあ、作業してでちょっとアプローチして、はいはいはい、いや、いい環境ですね、はい、でも多分おそらくなんですけど、はい、僕の思考的にあの純粋に、はい、客を切ってる人たちと、はい、まあ、もちろん一緒に回るときは、ね、多々あって、まあ、リーダーももちろんそうなんですけど、なんか90代で回ってる人見てると、はい、気持ちいいだろうなと思うんですよ。ボギー取って、はい、パー取って、ドライバーまっすぐ飛んで、ユーティリティまっすぐ飛んで、はい、なんであれをなんかこう自分も体感したい、はい、なんかもうそれを自分でできますよ。いや一緒になりましょう。やりましょう、やりましょう、はい、私もそのつもりで、はいはい、やっておりますので、じゃあラップで今後もなんかこうゴルフと絡めていく的なの。そうですね、あるんですよ、はい、まあ、そのなんていうんですかね、ポイント、はい、ポイントをこうなんか同じ言い方じゃなくて、はい、ラップでなんか同じこと言ってるんだけど言い回しが違うっていうので、はい、ピンとくるっていう意見もあったりするんで、はい、入りやすかったりするんですみたいな感じですね。同じことを重複してるというか、はい、はい、はあ、ちなみにその周りの方にその なんていうんですか、曲のプレゼントとか、そういう経験とか。今のところは特にないです。はい、ずっと今までやっぱり普通にラップ活動してた時は自分のことを歌ってたんで、まあ、そうですね、こととか、そうですね、はい、ここに来てやっぱり自分の気持ちじゃなくてなんかこのゴルフのことからになったんで、かなり内容が変わったんで、まあ、今後はなんかね、こう誰かの曲を作ったりとか、はい、何かについてラップしたりとか、はい、以外のこととかあってもいいんじゃないかなっていう。ああ、なるほど。はい、ちょっと僕やりましょう。早っ早っ早っ、やりましょう。いいんですか。はい、やりましょう。わかりました。いいんですか。やりましょう。はい、じゃあなんかアルバムぐらいの、アルバム、アルバム作りましょう。じゃあミニアルバムぐらいの、はい、ちょっと楽しみにして。はい、楽しみ。作ります。じゃあ作ってG メールで送ります。僕やりましょう。早っ